津波ゆいです。さあ今日はもう飲みに行きましょう。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきましょう。さあ今ですね、6月を一周お知らせが届いてるよ。あー、キャンペーン終了。メンテナンス完成まで完成を行ってない。自動完了か。ということで5時間ですね。あー、このガチャも終わりか。ガチャ拾いに行きましょう。まず通常ガチャ。お、SSR 来た。いきなりですね。いいですね。オリエンタルアート。わ、あ、初なんですね。これは嬉しい。さあ、限定レア引きましょう。限定レアって言ってもデイリーガチャと変わらないんですけどね。まあこの辺の名前の書いてる SSR 馬が出やすいっていうだけで。おっと、また来た。嘘だろ、これ別動画にしよう。 SSR セイウンスカイ、あ、セイウンスカイは撮ってるはずです。あ、これも初なのか。やりました、セイウンスカイゲットです。セイウンスカイが 7% 再登場って言ってます。ハイモーション。ダメ。ハイモーション、夏の王者、以上ですね。はい、というわけで。3回戦まででした。何やってるんだってわけで株券を見ましょう。はいはい、これでですね、お数馬だけでも46と SSR でき出てきました。ちなみにメス馬だと23頭です。全頭合わせて69頭の、まあ、SSR があるってことで、まあ、最もこの中で完全覚醒が完全まで生きてる馬が全然ないんですよね。これセイウンスカイクエストとか言ってますね。そう、画像も見れます。これはパートナー専用か、専用か。というわけでセイウンスカイはじめとして、引くことができました。ありがとうございます。というわけでご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。というわけで型のバイアリーですね。天皇賞春を見事勝利いたしました後藤博樹騎手。さあ今回は
ですね。宝塚記念に挑戦です。宝塚記念安藤克実で1回取ってますね。つまり2連覇を目指します。いい感じだね。追い込みに戻した、まあ、中山でない限り追い込みはダメージじゃないですからね。嬉しいか。よしよし。ちょっと聞いてよ。パートナー調教か。気合い十分だね。ちょっと馬体がね、こういう時にショートケーキで回復させます。この調整弁便利。ご当機種ジョッキーいないじゃないですか、はい、何です。ベスト馬体重は514キロままです。調子が落ちてる。ねえねえ、まただ。いや知ってるよ、さすがにちょっと今は早い。元気だね。あ、大根か。いい感じだね。 OK、 トマト成功です。両方回復させる通常餌があれば便利なんですけどね。うん、調子が上がらない。今週はレースがあるよ。ねえねえ、なんでパートナー調教を試す。体重はバッチリだね。お、いい感じ。4キロの餌を使ってベストオーバー体重で、まあまあ、はい、何です。ということでちょっと疲れやは心配になりますが、宝塚記念ベストオーバー体重、好調で挑むことができるようになりました。頑張っていきましょう。2連覇をかけた宝塚記念。お、一番人気。いいですね。ただいまより投票受付を開始します。連覇濃厚と出ております。チャンスですね。というわけで他はやっぱりディープインパクトがまだ出てるんですね。この年までかな。この2頭で丸二重丸を締めて、黒三角もバランスオブゲームぐらいしかないですからね。で、意外と印がない馬の方が来るんだよな。まあ、それでもバランスオブゲームの副賞いってみますけどね。これがディープインパクト。です。ということでダントツなので、しっかり勝ってもらいましょう。さあ、まあコスモバルク、リンカーン、シルクフェーマス、ダイワメジャーもいますね。宝塚記念です。さあ強い追い込みが見たい。12頭の思いはそれぞれです。6枠7番、果たしてどの馬が夢をつかむのか。今年もあなたの、そして良くなかったスタートが、どんよりとした阪神競馬場に開くあなたの夢は肩の場合以上にファスト立山のスタートが、追い込みですからいいんですけどね。果たして先頭に行くのは、先頭に立ったのは12番コスモバルク、その後ろ3馬身くらいあってダイワメジャー、そして外からはバランスオブゲーム、それから8番ジュンテイマス、9番東海カムカム、外を通ってリンターン、12頭第1コーナー、ディープインパクトの対戦はディープが先にまくっていて、それを片尾バイアリーの瞬発力で一気に抜き去るという展開ですが、
五島機種どのあたりで動くんでしょうか。内を通りましてディープインパクト、しんがりからファスト立山、1000メートル通過タイムは1分から1分1秒、それほど速いペースではありません。流れるようにレースが進んでおります。先頭は依然としてコスモバルク、第3コーナーに向かいます。12頭ちょっと離れて2番ダイワメジャーにあります。そしてその外に8番シルクペイマス、この後ろでやりましょうか。バランスオブゲームもいいな。そして5番手に9番東海コムカムであります。さあディープがいつもの通り上がっていって、片尾バイヤリーは置かれてます。このまくりが鋭いな。成田センチュリー、まだ行く気配がない。本題は直線356メートルであります。さあ先頭に押し出そうとしてるぞ。直線伸びてくるのかどうか。先頭五十嵐とコスモバルク懸命に手を動かして横山とリンカーン、さあ北がちょっとなんかキレが大丈夫だろうか。ちょっとバテてきた。外から一頭パタノバイアリー、ここでは間違えない宝塚の主役はパタノバイアリー、宝塚の主役はパタノバイアリーだ。ちょっとやっぱり姿勢が不安だったんですが、しました。ファスト立山も3着来たので追い込みがワンツースリー切りましたね。ディープの足が200から鈍ってよかった。やったね。1着7分2着ということで宝塚2連覇です。6番以上のように確定しました。おめでとう。ありがとうございます。まあまあかな。お、メロン。お、嬉しいか。ということで、はい、何です？まだ疲労はたまったままということで、まあ、疲労がたまったままレースをしてる感じですね。クエスト達成。やったね。ねえねえ。ということで結構ねえねえ、結構の週、ね、放牧がいる。はい、というわけで宝塚家を制覇しました。次走ですね、私どもは WBC も SWBC も権利を持っております。どちらに出すかっていうのが悩むとこですね。一回半分を切りましたし、 SWBC 挑戦しても面白いのかなと思っております。まあ、追い込みが通用するかどうかっていう問題はありますけどね。もう一回WBC も一回取れたんで挑戦させてみてもいいのではないかなと思います。というわけで、スターホースポケット見事宝塚記念2連覇をお伝えしてお別れしたいと思います。もしよろしければチャンネル登録高評価お願いします。ゲーム動画で以降ではライブ配信もやってるので、チャンネル登録後出てくるベルのマークを押していただくことで通知届くようになっております。ぜひそちらの方も、よろしくお願いします。またブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。ツイッターフォローしていただくと同じようにライブ配信のお知らせ、
お送りいたします。またこの動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でイコーでした。